今なんて。足手まといだって言ったんだよ。日本へ帰れ。君にそう言われると返す言葉がないな。確かに僕は自分の身も守れないし、君の足を引っ張ってばかりだったね。そんなことねえよ。お前は俺とスキップを助けてくれただろ。でもあれは、俺は何の代償もなく他人に助けてもらったのはあれが初めてだ。俺を食わしてくれたり寝場所を与えてくれたやつは必ず見返りを要求した。セックスとかな。俺が銃を持ち腕を磨くようになったのはそうしなきゃ生きていけなかったからだ。銃なんか持たずに生きていけるならそれに越したことはない。お前と俺とじゃ住む世界が違いすぎる。分かったよ。でももう少し考える時間をくれないかな。気持ちの整理がつかなくて。いいさ、お前は俺のできないことができる。だからお相手さ。